はるくんと川散歩です。今日はね、浦和にあるね別所沼公園に来ています。なんかいるね、はるくん。なんだろう、鯉か。鯉だな、多分。今別所沼でね、ちょっと魚がなんかいないかなと思ったら跳ねてるのがいたんで、何かと思ったら鯉ですね。あ、鯉多いね。そこにもいたよ。すごいね、はるくん。結構ね、あの青くなってる感じで、まあ透明度は低いんで、魚がちょっとね、何がいるかっていうのはなかなか見づらいんですけど、おそらく鯉がねいるのは間違いないですね。結構川のね、あの沼の際が、あのそのままになってるんで、はるくんはちょっと危ないんでね、よく見てないと沼に転落する恐れがある場所なんですけど、思った以上にね、結構なかなかな感じです。こっち側は睡蓮がねいっぱい咲いています。とってもいい公園でね、釣り人もいて、いっぱいいる。本当になんかいるね。そう、ちっちゃい魚もいっぱいいたりしてね。今日はちょっと車が使えなかったりしたんで、電車でね、新幹線を見ながら、あ、新幹線見れて別所沼公園行けるからいいじゃんっていうことで、はるくんと、あ、船だね。鯉じゃなくてヘラかもしれないですね。関係さん、はるくん、船だよ、船。船。ああ、ヘラブナっぽい感じですね。ちょっともしかしたら酸素が不足してるのかなっていうような。普通は警戒心強いんでね、なかなか、見えてこないんですけど、こんな感じでね、います。お、はるくん、ちょっと待ってよ。そういう感じでね、すごいとても自然が多く、浦和のね、ど真ん中にあって、僕、今までよくこの横はね、通るんですよね。嫁の実家に行く道だったり、仕事で通ったり、すごいしていたんですけど、なかなか中に入ることがなくて、今日はちょっとゆっくり行ってみようということで、行ってみました。はるくん、行ったり来たりだね。風もね、すごい吹いてて、今日は気持ちがいいですね。トンボだね、はるくん。こうやって見ると浮いてる船がたくさんいるんで、もっと魚影は濃いのかなと思います。こんな感じでね、駅から、中浦の駅から歩いて5分程度だと思います。なので電車でも来やすいし、車だとちょっと近くの駐車場に停めないといけないのかなと思いますけど、どうした、はるくん。そこはね無理だ。あっち行こう、はるくん。あっち、あっち行こう、はるくん。こっちダメ、こっち。なんで別所沼公園ね、ぜひ、魚好きの人、はるくんダメだ、突破しちゃダメだよ。いっぱいいるでしょ、そこ危ないからね。落ちるよ。こっち。ぜひ来てみてください。そろそろはるくんがね、ちょっと自分の思う通りにならなくてイライラしてきたようなので、今日は川散歩ね、沼に来ました。珍しいパターン、ね、ヘラブナが最後、ヘラブナを見ながら今日は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。どこだ、これか、これだね。いっぱいいる、いっぱい。